いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。グリッド、みんなやってる？英語版だけどね、ご覧の通り大丈夫だよほとんど英語力必要ないよ。面白いよ。はい、というわけで遊ぼうね。で、今日は、このストックカーでいいのかな、言い方は合ってんのかな、うん、ストックマッスルオープン2個目だね、うん、やってこう。で、結局買ってないんだよな、車ね。これ乗っちゃったんだよね、前回ね。かわいいあんまりでも好きだけど、どれって言われると難しいんだよな。そっかなね。このさ、その右側にさ、車を変えると車の名前とかさ、パワーとウェイトが変わるとかあるじゃない。そこのなんていうの、文字の色が変わるの何なんだろう、これね。グレー、黄色、ピンク、グレー、グレー、青、これどういうあれなんだろうね。これかわいいね。まあまあまあ、乗りますか遊ぼうか。でも前乗った記憶だとさ、すごくもういやらしいまでにこの車のイメージ通りの特徴がね、運転のされ方、なんていうの、車の動き反応に現れててさ、ニヤニヤしちゃうんだよね。そのハイパワーのロングノーズのさ、ショートデッキのこう FR のさ、そしてちょっと時代背景が古くて、足回りの設計もちょっと古いんだろうなみたいな、で扁平率もちょっと高いよねみたいな動きがね、もう思い通りで、想像通りで難しいんだよそれがね楽しいわけ、うん、だからこのコースはねめちゃくちゃむずいと思うよ。ほらこんなだもん。思いっきりこじっちゃったね。うわ、路面のグリップ引く。なんだ、気温か。うわ、難しい。そして逆回しか。すごい難しいです。これダメだな、タイム出てないな、クオリファイやり直しだな。5位ぐらい、あ、10 全然ダメじゃん。どうやって走ったらいいの。リスタート、リスタート。11ってひどいな。今度は結構無理だよこれ。これ以上アクセル踏めないよ。なに、これで2位か。抜ける気がしないな、これ。これで2位か。すんごい難しいんだけど。もう一回やってみるか、もう一回だけやってみるか。これで11位とかになっちゃったら、グリッドポジション11位になるのかな。いや、このコースにこの車は合わないって。これダメだ。フロントをね大変こじっております。ああダメだ。
ちょっと待って、もう一回やらして。難しい。これ一難の至難の技だな。いやー難しいよこれ。失敗したね最後。これコンマ2落ちぐらいだろう。ああ2位だ、しょうがない、もう2位だ。やろう、走ろう。いや、とんでもなく難しい。タイム差がね、チューニングソフトになってるもんな。ギアレシオスプリングやらかめにしてあるもんね。ダンパーもちょっとソフトにしとくか。ちょっと暴れるかもしれないけど、荷重移動はしやすいはずだ。うわ怖い。やめてよやめてよ。おお、いい感じいい感じ。おい、サンキュー。いやー怖い怖い怖い。ステアリングをこじっちゃうな、怖くて。よくないね。ステアリング切りすぎてフロントタイヤをがね、もうグリップしなくなっちゃってるの。その車の進行方向に対してステアリングを切りすぎるとさ、そのグリップ角というの、アングルというのがついちゃってね、ちゃんと車が転がらないで滑っちゃうんだよね。難しい、とっても難しいです。おい、でもなんだかんだなんだかんだ先頭でいられ続けているのはみんなあれかい、タイムアタックめちゃくちゃ速いけどレース苦手みたいな感じ。危ない危ない危ない、頑張れ田中。喋れません、すいません。よいしょ。あー、よかったよかった、なんとか1位だ。田中は3位か。まあ田中さんナイスだよ、ナイスパイ。難しいもんこのコース。あー大変だった。ものすごい大変だった。あー、ほいでもよかったよかった、それなりなタイムが出てるね。オーケーオーケー。で、次どこだっけ？シドニーって書いてあったっけ？
違う？シドニーじゃなかった？シドニーだってる、あれシドニーモータースポーツパークだってる。またなんかあれだな、一部クニャクニャセクションがあるな、これ難しそうだね。ねえ、いやでも面白いわ、よくできてるよ本当に。これみんなあの、うん、もういいか峠の時に散々言ったけど、僕は楽しいよ、僕は買ってよかったと思ってるさあいい天気だ、行くぞ。このくにゃくにゃセクション苦手だよ絶対。あ、このコースか、知ってるかも。まあでも難しいよやっぱくにゃくにゃされると。いや限界が分かんないっちゃ怖いな。まあでも上手じゃない今回。どう、よいしょ、よし1だ嬉しいあでもすごいな、すごいタイム差だな、これ何なのこのみんなのタイムのばらつきは得意不得意があるんだねやっぱ AI にね、うん、いい兆候です、吉兆です。うん、これはいいポジションが、いいリザルトが期待できるよこれは。楽しい、いや嬉しいんだよ、なんだろうね。あんまり僕本来順位にこだわらない人間だけどさ、なんかねチームってされちゃうと結果を出さなきゃいけないっていうすごいね脅迫観念とまではいかないけど責任か。ああ何すんだよ。ああ無理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 、ちょっとリスタートさせて、これはリスタートさせてあれも加味しろってか、あれも加味しろってか。じゃあちょっとよっぽど早めにコーナー突っ込むぞ。このインのこいつだな。だからアクセル踏みすぎるとこうなるって。よし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 、もうさ予選のタイム見たら僕が圧倒的に速いのをね分かってんだから無理な突っ込みをしないでくださいまあこっちの言い分としてはね。でも逆に言うとね、前に出られたらもうついていけないから、なんとか前にそのね無理やりでもいいから前に出てさ抑え込もうっていうのが分かりはする、気持ちは分かる、うん、僕も多分やるあとはギリギリルール違反じゃないブロックを続けて、でスプリントレースだからね、なんとかなってやろうって気持ちは分からんでもない。例えばさ、その別のね YouTube でこの同じゲームを実況してらっしゃる日本の方が何人かいらっしゃって、でその人のさ配信っていうかまあ動画を僕は見たら FR に乗っててさ、どのコーナーでもほぼほぼお尻振って流して走っててどうやってんだろうと思った。難しいよ、できない僕。やっぱり僕はねそのドリフト状態がすごい苦手だし怖い。でその人はね、もう気軽にコーナー流しながら突っ込んでさ、ね、スーッとコーナー抜けていくんだけど、どうやんだろうと思っちゃうよね。やっぱり理屈が分かんないんだよな、この、まあ、滑っちゃったっていう状態なら分かるけど。意図して滑っちゃったを作り出すことが僕はできないんだよね。だからすごいよねドリフトをねたしなんでらっしゃる方々は。
わかんない、僕にない脳みそをしっかり持ってそれを使いこなしてる方々っていうのはね、正直尊敬します。あ、右手が痛い、コントローラー握りしめすぎて右手が痛くなってきた。ああ大変だった、いや面白かった、はいどうも。1位、田中さんどうなった？あ、4位か、頑張ったね。うん、あでもレースになったらみんな結構いいタイム出してきたね。1分台じゃなくていいタイム出してきたね。へえ面白い。リワード、各レース全部にリワードあんだね、うん、かっこいい、かっこいい、 OK。 お、増えた増えた、いいね。あーなーね、これかわいい、かわいいね、いいね、この上げていくと使える車の違うカップが出てくるこの感じもなかなか楽しいねね。で実はこのカテゴリーが一番苦手だな、多分僕はな、ハイパワーなレーシング FR っていうの、うん、まあこれも得意かって言われたら得意じゃないぜ絶対、オープンホイール難しいよ絶対、うん、ね、でこっちも早く続きやりたいんだよな。なんかいろいろ下に書いてあるけどさ、そのどれかのレースとかいくつかのレースをコンプリートしないと使えるようにならないんだよね、うん、だそれはちょっと悔しいね。まあ、まあ楽しんでいきましょう。まだまだ半分もいってない、 1割ぐらいしかできてない、楽しめるね、だいぶ長く楽しめそうだね。はい、それじゃあ今夜もこの辺で大型犬がお送りしました。みんなまたね、バイバイ。